消費税を減税するとか、あるいは高齢者の窓口負担、を75歳以上上げるとか、そういうのをすべきでないというふうに思っています。じゃあすいません、このあと熱弁を、また質問追加あればまた後でお願いをしたいと思います。で、次にちょっとポスターの、発表させていただきます。私たち の社民党の重点政策あります。平和の問題、憲法の問題、そして環境の問題、格差貧困、そういったテーマごとにですね、政策ポスターを作らせていただきましたので、よろしくお願いをしたいと思います。で、これまだ選挙の本番ポスターの前段のですね、政策ポスターだというふうにご理解いただければと思いますので、本番ポスターはまた別です。で、去年は弱音を吐ける社会へ、答えは現場にあるだったわけですが、これは選挙前の政策ポスターです。憲法は希望、希望は憲法ですかね、希望は憲法、憲法は希望、私たちは一緒に来ている多様性社会の実現、 LGBT でもあり、あるいはキム・テヨンさんが立候補して共生社会っていうのを言ってますので、私たちは一緒に生きている、これ LGBT でもありグリーンでもあり多様性社会の実現です。でもこれが私は一番好きで、希望は憲法、あるいは憲法は希望、九条改憲ので党首副党首でやっております。で、社民党がずっと言ってる非正規、貧困社会からの脱却っていう、自己責任からのっていう、内部留保484兆円課税とかですね、ということもあります。そして次、脱原発、地球環境と人間の共存、脱原発っていうポスターです。で、外交でアジアの、アジア平和をっていう、これも社民党の考えていることです。ですから 1,2,3,4,5、5種類の政策ポスターを作って、そしてこれを参議院選挙前にいろんなところで貼ってもらおうというふうに思っております。一言ありますか、どうでしょうか、これですね、希望は憲法、憲法は希望、改憲ノーとか言うよりいいんじゃないか、でも九条改憲ノーですが、憲法は希望、希望は憲法です。はい、じゃあポスターの件はそういうことで、よろしくお願いします。で、最後に参議院選挙の候補者の件です。実はもっと複数で発表を今日実はしたかったんですけれども、残念ながら、全国の比例代表に1名決定をさせていただきましたので、今日経歴書を含めて配布をさせていただきました。沖縄の宮城一郎さんです。今日は沖縄選出の社民党衆議院議員、あれが国尾さんの名になってますので、国尾さんの方からちょっと補足の説明をお願いできればと思います。衆議院議員の荒垣です。衆議院議員の荒垣です。私からぜひ、沖縄から候補者出そうということで、沖縄県連の役員、そしてどういうサポーターの皆さんが非常に危機感を持って今回の参議院選挙、本当に必死になってやらなきゃならないということで、党の県連幹事長を候補者に選出をしております。先ほど党首からいろいろお話があったんですが、特に沖縄は今南西諸島の問題があります。非常に危機感を持っているんですね。国会に来て、沖縄問題があまり語られてないという非常に危機感を持っております。特に憲法改正の問題、今衆議院では毎週木曜日に憲法審査会をやるんですが、その中でなぜ変えないといけないのか、今変える必要もないのではないかという訴えをしているんですが、どうもその憲法改正に傾いていくような気がしてなりません。そして台湾有事や日本有事だと核共有論も出たりして、一番心配しているのは
安全保障上沖縄は大変重要な地であるという発言をしております。そうなると、まあ、沖縄は戦場になってもいいのかということなんですよね。これは今沖縄は今嘉手納基地、普天間基地から本当に爆放騒音、悪臭、事件、事故、多発して毎日が戦場のような状況にあります。にもかかわらず、辺野古の基地を作るわ、南西諸島に自衛隊配備するわ、やりたい放題の今国の運営がなされている。非常に私は危機感を持って、これは県民も共有だろうと思っております。ですからぜひともに今回の参議院選挙、国の行く末を左右するのではないかと思うぐらい、沖縄では危機感を持って、臨みたい。そのためにはぜひ社民党が頑張らないとダメだろうと。沖縄から、昨年衆議院に選出していただきました。そういう意味ではぜひともに、参議院選挙も候補者を出して、県民一丸となってやろうという強い思いですので、この宮城一郎さん、本人が県連幹事長を務めていながら、この危機感を皆さん、支持者の思いを重ねてやって決意をしていただきました。その思い、決意をですね、しっかりサポートしていきたいと思っております。よろしくお願いします。以上です。私の方からもう少しご足をさせていただきますと、今お手元に配布させていただいておりますように、今回の参議院選挙全国比例は、新社会党さんが決定いただいた候補者の推薦を含めてですね、統一名簿でやろうという前提でですね、社民党としては4人目の公認決定という、社民党の公認としては4人目の公認決定で、新社会党さんの決定いただいた推薦枠に入れてですね、一応5人目の決定ということになります。であとはですね、このポスターとも関連するんですけれども、それぞれのテーマを代表するようなそういう候補者をやっぱりできる限り出していきたいということで、ご存知のように副党首の大椿優子は雇い止め解雇になった非正規労働者の立場、あるいはロスゼネ世代を代表する立場、そしてキム・テヨン氏は在日韓国人として地方参政権、あるいは多様性社会を実現していきたいという思いがあります。で、宮城さんは当然ですけれども、沖縄の声をですね、ぜひ届けて沖縄を絶対に戦場にさせないという、そういう決意でですね、立候補されます。であと予定しているのは、東北から、原発問題、特にトリチウムの海洋放出問題、とありますのでですね、その辺のテーマで、今準備をさせていただいて、おります。そこが、近々発表できるのではないかというふうに思います。それから選挙区の候補者も実は今日発表したかったんですけれども、もう決まる寸前までは来てるんですけれども、まだちょっと今日正式に発表するというところには至りませんでしたが、今3人区以上の選挙区での候補者および1人区の候補者も含めてですね、今最終的な調整をしているところですので、また決まり次第ですね、また皆さん方にご報告をさせていただこうというふうに思っております。私からは以上です。なんか全体についてでも結構ですので、何かございましたら。そうですね、先ほどの、目標ということですけれども、社民党は今回、党首の改選になるんでですね、党首を何としても通せないか、これはもうちょっと当たり前の話でもありますし、あるいはまた政党要件のかかった 2% の得票率を達成するということ、これもですね、我々にしてみたら必達の当たり前、というふうに、決意を固めると同時にですね、ただそこにとどまっておいてはいかんだろうということで、やっぱり最低2人、そしてもしその2人を比例から当選させるのであれば、当然、240万ぐらいのですね、得票を目標として、
まあ、頑張っていきたいというふうに思っておりますので、とにかく我々の当選目標は2人、ですね、これをなんとか実現をし、そして社民党が国政政党としてしっかり頑張っていく土台をですね、この参議院選挙で改めて構築をしていきたい、そういうふうに考えております。以上です。はい、社民党のというか比例区の候補者なんですが、今岡崎紗恵子さんも入れて、5人になりました。これがあと6人、まあ、7人、まあ、6人には最低なんだろうと思うんですが、この予定候補者はまさにこの社民党の政策ポスターと、っていうか社民党がどういう政党で何を目指しているかということをまさにこの予定候補者が体現していると思います。で、大椿優子さんはまさに非正規貧困社会からの脱却ですし、キム・テヨンさんは私たちは一緒に生きている多様性社会の実現、まあ、共生社会というものをシンボル的な存在として出ていただいています。で、岡崎紗恵子さんはロスジェネ世代であり、女性シングルとしての生きづらさ、若者そして女性の生きづらさということを掲げて、まあ、立候補していると。で、今日立候補予定で表明いたしました宮城一郎さんはまさにこの外交で、アジアの平和をということを、まあ、体現していると。ですから社民党今、5人ですが、まさに5人が6人になると思いますが、まさにこういう本当に重要なテーマを自分自身も持って当事者としてもう本当に切実に訴えるというか、この問題をまさに掲げてやると。だからこれが社民党ですと。沖縄を戦場にするな、救助を変えるな、そして憲法は希望、この憲法の中には生存権とか全部、まあ、表現の自由とかも入るわけですが、その意味ではどちらかというとじゃあ党首が憲法は希望なのかもしれないということのあれかもしれませんし、キム・テヨンさん、大椿優子さん、そしてここは岡崎紗恵子さんもそうですし、そして外交で、アジア平和をっていうのはまさに宮城一郎さんが沖縄から本当に叫ぶっていう作っていきたいという平和の構築ですから、社民党の比例の候補者はそういう思いを持ったまさに当事者が、まあ、ラインナップしてですね、私たちはこういう未来を作っていく、憲法は希望、希望は憲法っていうの、で実はみんなが希望っていう、そういうところをやっていきたいというふうに思っております。はい、以上、皆さんの方からございました。です。先ほどちょっと聞きそびれてしまったんですけど、政府の方がまん延防止等重点措置の全面解除の方針を改めての許可するんじゃないかと言われてますが、まあ、社民党としてこのまん防の全面解除に対する受け止めと、またその解除基準に関しても、先日少し変更されたところもあったと思うんです。その辺を含めて受け止めいただきます。今若干高止まりではあるものの、オミクロンの感染力が強く今のままだと大丈夫かというふうに思っています。まん延防止措置もいつまでもっていうことが難しいのかもしれませんが、まだ高止まりで本当に収束に向かっている状況が見えない中で、まん延防止措置の全面解除は問題ありというふうに思っています。そして、その基準も随分緩和をしますよね。私自身は政府はPCR 検査や抗体キットが十分足りない、あるいは病床がなかなか間に合わないということはもう百も承知で、なんか集団感染や集団免疫を作ろうというぐらいを持ってるのかっていうぐらい、なんかしっかり対応していないと実は思っています。もう自宅療養が90何パーセントを占めるという状況で、実はだからみんな放置されているっていうふうに、まあ、私自身も当事者になりましたが、もちろん感謝をしておりますが、保健所や自宅療養センターの皆さんにはもちろん感謝をしておりますが、やはり政府の無策と今までここまでやってきたツケをとても感じております。ですからまん延防止措置全面解除には疑問ありという立場です。はい、
はい、どうぞ。はい、どうぞ。共同通信の池田です。参院選の件でお願いします。比例の追加の公認予定者が発表になりましたけれども、先日の新社会党さんの岡崎さんの発表の際に、今回そのネットワーク型で考えを共通する政治団体とかと協力してやっていきたいと、そちらの方は今後その広がりがありそうなのか、見通しはいかがでしょうか。はい、今候補者をですね探していただいているんですけれども、ちょっとなかなか苦戦をされているのが、実態です。しかしまだ実際の選挙の公示までまだ若干時間がありますのでですね、引き続き、努力をしていただければというふうに思っておりまして、社民党と新社会党だけでなくてですね、その他にも国政選挙一緒にやろうというその政党であるとか政治団体のね、そういったところがあれば我々としては受け入れて、そして一緒に日本の政治を明るいものにしていくための参議院選挙を戦っていきたいというふうに思っております。はい、いかがでしょうか。はい、どうぞ。はい、朝日新聞の横山です。ポスターの件についてなんですけれども、この5つのテーマと、参院選で打ち出すことになる、公約との関係について、柱になってくるのかどうかという部分と、あとこのポスターは、何枚ぐらい用意されて、活用としてどういうふうに上がっていきたいかっていう。参議院選挙の公約は衆議院選挙の前提としながら、やっぱり変えなくちゃいけないところもだいぶあるだろうと、というのは政府が敵基地攻撃能力保有で攻撃もできると言ったり、政府は非核三原則と言ってるが核武装やあるいはニュークリアシェアリングみたいなこともあるので、ちゃんとやっぱりそういう部分もやっぱり厚みを持ってやらなければならないし、それからコロナ感染の拡大の中で医療や介護のところも従来通りですが、もう少し厚みを持ってその部分を書く必要があるというふうに思っています。ですから、まさにこの5つって候補者がまさにこ の, せ項目 の, ある意味体現をしているので、そこをはっきりクリアカットに打ち出していきたいと思っています。ちょっと変わります。このポスターを計画したのは、若干前ですのでですね、やっぱりその後の情勢としてやっぱりウクライナ戦争が始まってしまったということが非常に大きいと思います。で、このウクライナ戦争から我々が今見えてきているものっていうのがあると思うんですね。非常に私乱暴な危険な議論が今出てきている、それは象徴は非核三原則、核シェアリングというんですかね、そういう問題もあり、あるいはそのもう休場、憲法休場なんか空想だというような、そういう議論も出てきます。また毎日の映像の中からですね、やっぱり原子力発電所がやっぱ戦場にあるということのリスクですね、これがやっぱり世界の多くの人が非常に身近に感じたんではないかなというふうに思いますので、参議院選挙はですね、やっぱり自民党が会見を非常にあるいは日本維新の会なんかがですね、会見を煽っているその状況からすればですね、憲法の選択という憲法を守れるかどうか、休場を守れるかどうか、あるいはその核シェアリングとかですね、そういった方向にお阻止できるかどうかというのは今回の大きな争点として浮上してくるのではないかというふうに今我々は見ておりますので、参議院選挙の争点ということになるとですね、もう少しそうした情勢をしっかり見極めてですね、最終的には練り上げていくということになるかと思います。しかし、もう日があんまりありませんのでですね、おそらく4月ないしは5月ぐらいにはですね、きちっとした政策を発表したいというふうに思っております。このポスターはその前半でですね、やっぱり社民党の政策の骨子をですね、やっぱりきっちり皆さんにご理解していただくために、宣伝をしていくということで、とりあえず今のところは1万枚程度作ってですね、
でそこからまた広げていくということで今進めております。すみません、重ねて、都大会が今週末もありますけれども、改めて今回の参院選は、政党要件がですね、かかる非常に大事な選挙かと思うんですけれども、この、その前のですね、都大会の位置づけについて、よろしくお願いします。はい、今度の都大会は、代議員、党員の皆さんと、気持ちを一つにして一丸となって本当に熱く参議院選挙を戦うという、そういう参議院選挙です。で社民党は国会に必要ですし国会になければなりません。憲法9条と社民党命って、非常につながっていると本当に思っておりますの で憲法は9条だけではなくて命や暮らし生存権まさに今日生きていく明日生きていけるかということもあるので本当にそういう位置づけの中で社民党を元気に今度の参議院選挙何としても議席増で頑張ろうというそういう位置づけにしたいと思います。で、おっしゃる通り政党要件が測っているのでもちろん政党要件をクリアするというのは最低条件ですがもう何が何でも何が何でも政党要件を獲得して頑張りたいと思っています。ですがここでやっぱり申し上げたいんですが社民党は野党共闘です。やっぱりこの社会を変えていくためには野党共闘ですしそれから今日新社会の方も来てくださってますがたくさんの心あるたくさんのいろんな人たちと本当につながっていきたいしさまざまな政治団体ともつながっていきたいというふうに思っています。でそういううねりを社民党が作れるかどうか一緒に作れるかどうかというところにかけていきたい。ですから党大会が何かのやっぱり広がっていくというか一つのうねりを作っていくみんながよしこれで頑張ろうっていうそういう契機になればと思っています。でもどうですかね国会の中に共産党と立憲しかないと国民、ね、よりはやっぱり令和もありますが社民党があってやっぱり野党共闘もうまくいくと思います。社民党があってこそ、各地域での野党共闘もうまくいくしそれがやっぱりぶれない社民党が必要です。護憲で脱原発で社会民主主義政策の実現で男女平等でとにかくぶれないっていうのがですね本当に重要だというふうに思っています。ロシア のテレビ局でテレビ制作者の人が戦争反対って女性が掲げてですね放送中にで今拘束されてるってありますがでもすごい本当に伝達したいというふうに思っています。何が何でも戦争反対何が何でも護憲何が何でも脱原発こういう人こういう存在こういう政党はこんな危機の時代に絶対に必要でそのためにも社民党のやっぱり思いや理念で社民党のいいところはパッケージとして新自由主義からの転換としての社会民主主義的政策っていうのをパッケージとして掲げることができる顧問の再生っていうようなことも含めて言えるそこではもうぶれない私たちはこういう考え方のこういう社会を目指してますっていうことなので、そういう社民党がたくさんの人の支持を得られるように頑張りたいと思いますし党大会は党員の皆さんと一致して、次に頑張るそういう形になればと思っています。はい、琉球新報の兄と申します。2点ほど今回宮城さんの候補者に選ばれた件についてもう少し詳しくお伺いしたいということです。先ほど県連役員は党員サポーターが危機感を持たれていたというね荒木議員もお話されてましたけれども、宮城さんは去年10月から荒木議員の公設秘書とも務めておられるようで宮城さんの県連アピールは荒木議員側から出馬を打診されたのかあるいはご自身の意思によるものだったのかもう一点党大会に向けてもお話をいただきたいんですけれども昨年の衆院選前の党大会で今回沖縄県連の顧問にも新しく就任の、前職の照屋監督さんからですね福島代表にも厳しい意見も大会で出たかと思うんですけれども、その点も踏まえて今後なるべき党務についてその党首としてお考えもいただければと思います。じゃあ私の方から今回迎える参議院選挙、沖縄県連では非常に先ほど話しましたが危機感を持ってどうするんだということがありました。
当初は厳しいんじゃないかという声があったんですが、やっぱり、党員党友からは社民党を残さないと沖縄はどうするかという声が非常に上がりました。それでも期間も短いということもあって、最終的には党員からということになりました。その中で、宮城一郎さん、県連の幹事長が当時向かいはしてないということで意を決して戻って、ぜひそこで行こうということになった次第であります。ですから本来はもっと先にですねしっかり議論をして、丁寧なその決定をもっとするべきだったなという反省もありますけれども、でもそのまま出さないで、沖縄から出さないで、黙っていることの方が非常に今後危機感を持つということを強くその党友そして党員さらにその支持者の皆さんからは絶対出すべきだという声がありました。それを受けて、県連の幹事会で、問題ですね、最終的には宮城さんに頑張ってもらおうということで、本人もぜひこれは頑張っていてもどうしようもないんでやりますということで、意を決して、頑張るということを決意をしてくれました。これはおそらく去年の衆議院議員選挙私と一緒にやって、この沖縄における社民党の存在感、これを非常に危機感を持ったんだろうと思います。ですから先ほどの話があります、党の存続にかかっているという危機感を非常に沖縄では持っているということが表れるのかなというふうに思っています。以上です。政党は誰のものかと言ったら、それは党員のものであると、そして政党は誰のものかと言ったら、それを支援してくれているたくさんのもののものであると、だから国会議員のものでもなく、地方議員だけのものでもなく、職員のためのものだけでもなく、党員のものである。でも党員だけではなくて、やっぱり支持してくれたり応援してくださったり投票してくれたりするたくさんの人のものであるというふうに思っています。ですから社民党はまさに現場に依拠した政党で、まあ、ボトムアップの地域、そういう意味では地域に根ざしている、お互い現場にあるという政党です。決して議員政党ではありません。だからそういう社民党の良さをさらに生かしていきたいというのが一つです。それから二つ目は、まあ、今日本当に新社会の方も来てくださってますが、緑の党やそれから無所属やいろんな人たちとのつながり、まあ、服部幹事長の努力でとりわけ共同テーブルと、今社民党委員ではなく、社民党だけではなく、いろんな人たちが共同テーブルという形でいろいろもちろんそれは社民党だけの応援団ではないかもしれないけれど、やっぱり今まとまって何とかしようよっていう、そういう集まりも対面あります。ですから社民党に可能性があるとすれば、私はそれにかけていきたいんですが、社民党という党員だけとかいうのではなく、たくさんの憲法第一だよね、脱原発実現したいよね、ジェンダー平等実現したいよね、もっと多様性のある社会作りたいよねっていうたくさんの人たちに支持され広がっていくような政党に、この選挙戦通じてなるように頑張っていきたいというふうに思っております。その他なければちょっとお時間も経過しておりますので、ここで一旦打ち切りさせていただきたいと思います。よろしいですか。こちらどうもご苦労様でした。ありがとうございました。